ご訪問ありがとうございます。今回のビデオは珍しいカプチーノ仕立てのスープで食べる鶏そばと、こちらもちょっと珍しいボリビア料理をご紹介したくこのビデオを作りました。まず行ったお店はサルタヒコというお店と南米ボリビア料理ラパスです。この日ちょっと行く先を間違えて駅でどうしようかなと思って戻って行ったところがサルタヒコ。一度だけお友達のおすすめで混ぜそばを食べに行ったんだけど、その時とっても美味しかったので、今日は一番おすすめメニューの鶏そばを食べに行ってみたいと思います。早速北九州文学サロンが1階にあるビルの階段を上がって2階サルタヒコの店内へ。店内そんなに広くはないんですが、やはり評判のお店。行った時は結構お客様がいっぱいでした。少し時間をずらせていったので、その後一人で食べることになりましたが、動画を撮ることができてよかったです。さあ注文して届いたのがこちら、鶏そばカプチーノ仕立てのスープ、泡立っています。中のおそばを箸上げっていうのかしら、ちょっと上手にできないけれど左手にカメラを持っています。クリーミーでまろやか、とっても美味しかった。そして途中辻利茶屋さんへあんみつのセットをいただきました。これもちょっと多いかなと思ったけどペロリ。また別の日に今度は目的地は戸畑駅にあります。戸畑駅から徒歩8分ぐらい、こちらの南米ボリビア料理ラパスです。ここもお友達におすすめされてたんだけど訪ねるのは初めて。ワクワクします。お外の看板を見て美味しそうな料理の写真がたくさん。期待を膨らませて店内に入ると黄色い壁、南米の雰囲気、ギターも飾ってあります。お客様はちょうどこの時も時間が少し遅かったのか、私一人でした。なのでゆっくり店内も撮影しました。こちらがランチメニュー、11時から2時半まで ABC いろんなランチがあります。ボリビア料理を食べに来たのにこのランチメニューを見ていると、とても一番食べたかったのが沖縄風タコライス上の C のランチセットでした。最初に出てきたのがこちらのスープ、野菜たっぷりでキヌアっていう南米の植物が入っています。とっても美容と健康にいいそう。美味しかった。キヌア入り野菜スープ300円ってなってますね。スカベチ、タヤリンクリオージュ、いろいろ南米料理の言葉なんでしょうか。ピクマチョ、セビーチェ、セビーチェは国が違うのかな、この国旗が違います。チョリソ、辛いおソーセージ、このサイセっていうお料理を後でテイクアウトにしてもらいました。そこで私が頼んだのは沖縄風タコライス、これが650円だから、さっきのスープとドリンクがついて880円はとてもお得。お料理が来るまでの間、また壁にかかってるこのボリビアの国旗や絵などゆっくり眺めて、しかも誰もいなかったのでぐるっと撮影していました。ランチセットにプラスして、それもお友達おすすめのエンパナーダっていう揚げ物を一つ追加で頼んでたので、ご飯を少なめにしてもらったんです。でもすっごく美味しくてペロリ。これがエンパナーダで、カルネちょっとかじっちゃってるんだけど、中をお見せしようと思ってカレー味のとっても美味しいピロシキのようなものでした。ここのメニューはちょっとおつまみに良さそうなものばっかりということで、ランチだったんだけどシンガニというボリビアのお酒を1杯頼んでみました。こちらはボリビアで作られているアルコール飲料で、ブドウから作った蒸留酒です。マスカット・オブ・アレキサンドリアで作ったワインを蒸留して作られるものと言われています。店内の窓にもシンガニの空き瓶が、なんだかすごい素敵な雰囲気。ランチセットにエンパナーダ、お酒までいただいてデザートが食べたくなっちゃいました。こちらフラン、その上にキャッサバイモのユカっていうデザートがあったんですけど、このキャッサバイモっていうのはタピオカの原料になるそうです。それも甘そうだったんだけど、今回はこちらのフランを頼んでみました。すっごく美味しかったの。お酒はバカラのグラスでいただきました。ランチセットについてたアイスコーヒーも全部飲み干しちゃったんだよ。テイクアウトのお料理も頼んで、待っている間に他のメニューも見てみると、シーフードパエリアやボリビア風ステーキ、そしてお得な1700円や2200円ぐらいのセットがありました。みんなお友達と一人じゃない時に来た時にまた頼んでみたいなと思えるお料理ばかり、とっても美味しそう。さて、テイクアウトのお料理の荷物を大事に持って戸畑駅へ戻ってきました。戸畑駅から主要な小倉駅までは約5分ほど、そこから博多までは新幹線だと約20分以内で今は行くことができるんですよ。iPhone12 Pro Max で撮る動画が楽しくて、このエスカレーターの様子なんかも撮影してみました。これを登りきると、戸畑と若松をつなぐ若戸大橋がホームから見ることができます。一人お散歩のお食事、いいお天気日和でした。鶏そば、美味しかった。辻里さんのあんみつも抹茶と一緒に、そしてフラン。持って帰ったのはこちらのピカンテデセルドとサイセっていうお料理です。それをお家でお夕飯に盛り付けてみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではいろんなところにお出かけした時の様子やマジック、生け花の様子、その他いろいろ楽しめる内容をナレーションをつけてお送りしています。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。みほでした。